2周年記念福引きドラゴンの杖を取りに行きます。はい、皆さんどうも、参議院議員の浜田聡でございます。サブチャンネルのドラクエウォークやっていこうと思います。今回ですね、はい、ガチャの方を引いていこうと思います。本日から始まった2周年記念イベントで、はい、盛りだくさんなんですけれど、その中でもガチャも増えました。2周年記念福引きということで、まあ他にもね、いくつかガチャあるんですけど、やっぱりまあ目玉としては、はい、2周年記念福引きとなります。ドラゴンの杖ですね。はい、2周年記念のですね、やっぱりピックアップ装備はまあ特殊と言いますか、はい、特別だなと思いますということで、まあ先ほどですね、40連のガチャ動画上げさせていただいたんですが、まあその時にはね、この王者のマントのみがピックアップ装備として、当たりました。まあちょっといろいろと考えたんですが、はい、もう思い切って、ジェム使ってこのドラゴンの杖をですね、取りに行くことにしました。まあ、他の YouTuber さんもですね、軒並みこのドラゴンの杖についてはですね、無課金の方もですね、含めて、皆さん、このドラゴンの杖ね、取りに行ってるみたいです。ので、まあ、それだけね、やっぱり、いい武器だと思いますので、はい、私も思い切ってガチャの方行きます。まあ一応ですね、とりあえず今回はドラゴンの杖出るまでやろうとは思うんですけれど、まあとりあえず今回は上限100連までにしておきます。まあ100連で出なければとりあえず今回はそれで、ストップという形にします。まあ後日ですね、200、まあ場合によってはね、200連で最後の天井のここでのドラゴンの杖、になるのかもしれませんが、まあそれはそれで仕方ないかなとは思います。というわけで、まあ今回は上限100連までということで、ドラゴンの杖が出た時点で終わります。はい、というわけで、まあできるだけ早く終わればいいかなと思いつつ、まあ100連も100連引くこともまあある意味仕方ないなとは思っております。というわけで、はい、100連分の最初の10連引いていきます。どうでしょうか。まあこんな感じで、演出はしょぼいですね。あ、星1個だけ。まあ、これは期待できないと思います。ということで、はい、やはりその通り外れです。サクサクっと行きましょう。というわけで、ね、虹色が出ませんでした。もう次行きましょう。はい、というわけで、20連目行きます。最初の演出は、演出がまたしょぼいっすね。これはもうゼロ。演出が全くなくですね。はい。2回連続大外れでございました。まあ、最初はね、こんなもんかなと思います。やっぱね、サングラスないと、いまいち乗ってこないっすね。まあでも、とりあえず今はもうないので、ないものをね、狙っても仕方ない。お、今回は演出はまあまあですね。オーロラプラス2、お!ピックアップ来た。ぜひですね、ここでドラゴンの杖が来てほしいですね。というわけで、行きましょう。何個目かな、6個目、7個目ぐらいでしたね。とりあえず行きましょう。はい。ちなみにですね、以前ちょっと画面の方のラグが激しかったんですけど、ちょっといろいろと設定いじってラグなくすようにしました。はい。おかげさまで快適でございます。来い、ドラゴンの杖。ああ、王者のマントかぶりましたね。はい。ファンファーレが鳴らないということは、はい、持っているということでございます。はい。というわけで、ちょっとね、まあ、ピックアップ来たの良かったんですけど、かぶりましたね。はい。王者のマントはすでに持っておりますので、はい、次、気を取り直していきましょう。来い。ドラゴンの杖、来い。ということで、まあ、落ち着いて、やれば、来るのかなという気もするんですけど、まあ、今回は演出はちょっとしょぼいですね。はい。というわけで、外れか。あ、1個来ましたね。あんま期待してなかったんですけど、1個虹色来ましたので、まあ、スラミチの演出はなかったんで、ピックアップ確定というわけではないですので、確率は低いとは思いますけど、まあ、ちょっと、見届けましょう。お、太陽の盾、来ました。これはね、魔力の暴走率と、あと、回心率アップがあるので、まあ、優れた盾ですね。まあ、これはこれでありがたいですね。はい。というわけで、ね、ピックアップの演出なかったですけど、ね、ピックアップ来ましたね。スラミチの演出。ちょっと見てみましょう。太陽の盾なんですけれど、はい。守りの盾が使えてですね。あと、ソーラーバリアっていう、ね、スキルもあります。
自分の HP 一定量回復し、斬撃大義ダメージと呪文ダメージをそれぞれ1回だけ 20%、はい、軽減する効果付与するということで、まあなかなか便利そうですよね。あとは会心率 1% プラスで、魔力の暴走率 1% プラス、メラ属性ダメージ 5%、攻撃力10とか、まあまあいろいろとなかなかね、優れた、だなとは思います。はい。というわけで、次何十連目ですかね。とりあえず行きましょう。はい。次50連目ですね。はい。半分来ました。ちょっとすいません。ここが痒くなって。はい。では行きましょう。ピックアップ装備ね、2つ来ましたね。でも、ドラゴンの杖がやっぱり来ないと終われませんということで、演出、スラミチの演出はなかったですね。まあ、はい。虹色1個来ました。虹色が1個来たので、まあ、6個目ぐらいかな。そこまで引いていきましょう。やっぱね、繰り返しになりますけど、ラグがないといいですね。すごい快適です。まあ、これが本来あるべき姿なんですけれど。はい。というわけで、来い！ドラゴンの杖！バトルティアラ。はい。ということで、なかなかね、うまくいかないですね。うまくいかないですね。まあ、はい。次が60連目ぐらいかな。60連目ですね。なかなか当たんないですね。ちょっとこれ100連では難しいかもしれません。ということで。オーロラで流れ星たくさん。これは期待できそうですが、まあ、とりあえず。はい。まあ、虹色1個なんで。一つずつ宝箱開けていきましょう。ね、スラミチの演出がね、カットインがなかったんで、ピックアップが確定というわけではありません。他のね、SP 装備の可能性もあります。はい、SP 装備の可能性の方が高いです。が、まあ、期待できるかな？王家のレイピア。はい、残念。はい、というわけで、次70連目ですかね。ちょっとやっぱり難しいですね。70連目行きましょう。まあでも、少しずつ、まあ、とりあえず期待します。お、演出はまあまあかな。星の数は結構多いけど、スラミチの演出はなかったと。そして虹色宝箱もなくて、外れでした。外れでしたということで、はい、次行きましょう。はい、10連。80連目。80連目です。そろそろ出てほしいんですけど、まあ、演出はまあまあですね。ここで虹色が何個になるか。スラミチのカットインが、まあなくて虹色が1個。なかなかちょっと厳しい感じですね。ぜひですね、スラミチのカットインが来て、ドラゴンの杖が欲しいんですけれど、うまくいきません。はい。というわけで、後の方でしたよね。虹色宝箱。そろそろだと思うんですけど、そろそろ来い。来い。あー、外貨の鎧、外れ。はい、次90連です。90連目です。なかなか流れが悪いので、難しいですね。はい。まあでもとにかく行きましょう。90連目。はい。これの次は残り10連が最後です。演出はまあまあですね。スラミチカットインは来ない。いいですね。虹色なし。虹色なしということで。はい。スキップします。はい。本日、最後のガチャになります。10連。最後の10連いきます。一応、ピックアップがね、これ確定なので、5分の1の確率で少なくとも出ます。ドラゴンの杖が、ピックアップの武器、ドラゴンの杖が出ます。はい。来い。できればね、虹色宝箱がたくさん来ることを祈ります。虹色が、1個ですね。はい、ということで、まあちょっと一つずつ開けていきましょう。一番最後でしたよね。3、4つ目、5つ目、5つ目、6つ目。はい、7個目、8個目、次の次かな。次かな。はい、ドラゴンの杖が来るといいですけど、どうだ？ピックアップ、確定、太陽の盾。はい、というわけで、まあちょっとね、少し残念な結果には終わりましたが、まあ、これはね、まあある程度想定はできた結果ということで、まあ仕方ないですね。はい、というわけで、またね、次の機会にですね、ドラゴンの杖の方を狙っていこうと思います。はい。
というわけで、はい、今回はですね、ガチャ100連でした。まあ残念ながら、ですね、引くことはできませんでしたが、まあこういうことは多々あるということで、まあ致し方ないなと思います。まあ皆さんがね、ガチャをするときのですね、参考にしてもらえればと思います。というわけで、もしよろしければ、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。